竹やぶと擁壁沿いに植えた品種未特定の美味しいバナナ苗、沖縄本島の八重瀬の方で育っていたバナナ苗ですが、これと同じものがもう一本あったので、もうちょっと奥の方に植えてみました。あれですね、もうここは竹林の奥と言っている方を仕切る溝のほんのちょっと手前なんですが、サンルーム内で薪葉が気持ちよさそうに展開していたので、もうこれは重栄してあげる方がいいなと思って持ってきてここに植えてみたんですね。まあ、そちらの溝の向こうを越えた方に植えたバナナたちも厳しい寒さにはあったものの、緑葉はそのまま大体保持していますね。それでこちらの手前の鯛から芋苗を輸入したドワーフナムワとか元黄斑入りドワーフナムワとか、そちらのマルボッグとか、あとここに植えたマウンテンパパイヤとかアマレロコーヒーとかもかなりの寒さに数日間連続であったにしては割と元気そうですね。あとは元から植わっているバナナ苗たち、今枯葉の状態、まあ緑葉がちょっと見えているものもありますが、ほぼ枯葉やれバナナの状態になったものから、いつ最初の巻き葉が出てくるかですね。まあ、今月中に何本かで巻き葉が出てくるのはだいたい予測してるんですけれども、この擁壁には三つ葉アケビが自生していて、これが茂るとまたバナナの葉に引っかかったりするので、ある程度カットしていかないといけないんですがね、まあこれは広がるとツタと一緒で手が負えなくなりますからね。ここはちょっと株元の土がまだ足りないので、おいおい足していってグラグラしないようにしてあげようと思っていますね。竹林と擁壁の間は土が比較的湿り気を保持しやすく、また日当たりも良好ですので、このタイベジタブルドワーフオリノコ、それからこちらは銀バナナですね、そしてもう一本のタイベジタブルと銀バナナがもう一本あります。でその向こうにちょっとスペースがあったので、今日はサンルームからタイベジタブルバナナを持ってきて植えました。それからその向こうにですね、もうちょっと向こうに前日
信州未特定の美味しいバナナ苗の2本目を植えたその下の区画なんですが、ここに双穂バナナ苗を植えました。本年は昨年一昨年に比べてサンルームの緑葉はさほど美しくなかったんですね。寒さが厳しかったのか、あるいは水の管理が少なかったのか、水やりが昨年一昨年より少なかったのか、割と枯れ葉が目立ったんですね。しかしもう春が近づいてきていますので、出てきている巻き葉とかは、まあ、展開してきて、これから成長するだろうという姿を見せてくれているんですがね。この双穂バナナとダブルマホイの形態上の違いは、この前ダブルマホイをそちら水を越えた方に植えた時に説明しましたので、今は省略します。一本の親株にダブ二つのバナナハートをぶら下げるのではなく、まあトリプルマホイと言ったらいいでしょうかね。三つのバナナハートをぶら下げたりとか、そういう例もあるみたいですがね。この双穂は花茎が擬管が二つに分かれて、それぞれの果軸に一つずつのバナナハートをつけるだけで、その開花結実も時期が大体はずれるので、まあパッと2本2つのバナナハートが同時に並ぶという見栄えのいい格好にはならないんですよね、残念ながらね。まあ、背丈はですね、そうそう大きくないし、三尺バナナ程度かそれよりやや大きいぐらいで、味も三尺よりは美味しいような気がしますのでね。まあ一本持ってても損はないバナナ苗ですよね。サンルームで陶水ポットに植えて緑葉保持に努めてきたタイベジタブルバナナを、竹林の奥の手前の溝から2つ目の区画の列に地植えしました。これは梅バカの方から持ってきたタイベジタブルバナナだったんですが、その時点というのは掘り上げた時点からサンルームにポット植えして、まあ、半分地中に埋めましたが、ポット植えして一枚の葉っぱが展開しただけで、あとは全然成長は見られなかったんですね。まあ、窮屈なポット環境ということもあったのかもしれません。それで緑葉だけは保持していましたので、おそらくここに地植えしたので、これからは、まあまだ2月ですけれども、ぐんぐん成長してくれることと思いますね。まあ、向こうの方に見えるような葉っぱが合併したものに比べて、
緑葉保持ができたということは、葉っぱ一枚の展開では成長というほどのこともなかったんですが、それでもデグレードはしていない、ほぼしていないということですから、プラス成長がそのままプラスになっていくということですね。成長した分がプラスとして蓄積されていくということですね。あちらの方の枯れたバナナ苗たちは今後成長再開してきますが、最初の成長期間というのはおそらくデグレードというマイナス成長の補填に当てられますから、このように緑葉保持することができて越冬したバナナ苗に比べて、成長再開後の貯蓄というのはそれほどすぐにはたまらないんですね。夏ぐらいからはだいぶ貯蓄できるだろうと思いますね。これは竹林奥に植えてあるトカラの島バナナですが、この株の巻き葉が一番最初に展開してきましたね。多少の灰たみはありますが、この季節ですから、まあまあある程度の緑葉を保持した上で、冬の間辛抱していた巻き葉が開いてきたということですね。ということはそちらの方の巻き葉とか、そちらですね、そこに見えている巻き葉などもおそらく今月中にだいぶ緩んでくると思いますね。まあ、本州温暖地あるいは近畿地方の2月で地植えの巻き葉が展開したり、このように緩んでくれば上等ですね。沖縄の方までは行かない南西諸島にある程度近い栽培環境なのではないかと思います。小さいバナナ、島バナナですが、の巻き葉もやや展開し始めていますね。このようにですね、これは3本立ちなので4月ぐらいにでも1本を残して、あとの2本は他の場所に移して、それぞれ親株として成長できるようにしようと思っていますけどね。寒さと暖かさの兼ね合い関係を見計るのはなかなかこれは難しいことでして、あんまり早く路地植えに転換したり、防寒資材などを外せば、その後予想もしていなかった寒波で
かなりのダメージを受けることもありますしね。かといってまだ寒い日があるだろうからといつまでもぐずぐずしていると、日中の暖かい時間帯の成長を阻害してしまいますんでね。その辺の兼ね合い関係はそれぞれの土地柄と栽培している品種ですね、その兼ね合い関係になると思いますので、これは栽培者が自分の判断で経験に基づく感で成長再開したのか、あるいは成長再開しようとしているのか、あるいはまだ寒さで休眠状態の続きにあるのか、その辺自分で判断するより他ないわけですね。竹林奥のトカラの島バナナ、これらは昨年の4月に芋を送ってもらって、そうしてここに植えて、6月ぐらいですかね、だいたい葉っぱが出揃ってきたのは。今2月の下旬ですから、あと2ヶ月ほどしますと、この竹林奥に来てから1年になるわけですが、昨年中に一つの海景から小さな3本の水芽が出てきたのがあって、ここに見えているのがそうですね。この一番、これらの中で一番大きい苗の巻き葉が展開し始めていますので、他の2本を切り分けてそれぞれ1本立ちにしてやろうと思うんですが、普通ですと本州温暖地での露地栽培では2月の水芽掘り上げ移植というのはないんですが、ここの竹林奥はこのように島バナナが灰たみしているとはいえ、緑葉喪失期間がなかったものですから、その上に巻き葉が展開しようとしているので、その他の粉へ2本ですねを切り分けて、それぞれ1本ずつの親株にした方がゆくゆくのためにいいのではないかと思っているんですね。で、このような3本の小さな苗を独立した1本ずつの苗にしようと思う場合には、一つの方法としては一旦全体を掘り上げて、そうして根の出方をよく見て3本に切り分けるという方法がありますね。もう一つは、私は時々やるんですが、一番大きい株をそのまま残して、その他の苗を切り分けて掘り上げる、そうして他の場所に移植あるいは定植するという方法ですね。これは残そうと思う株以外の粉へを
残す予定の株からうまく切り離せるかどうかによって決まりますね。一本を今見えている手前のものなんですが、うまくこの場に残しながらその他の2本を切り分けられるなら、まあその方が簡単ですね。1本はそのまま残せばいいだけですから。まあこれからちょっと2本をうまく切り分けられて根がついているかどうか見てみようと思うんですけれどもね。うまい具合に2本とも根をそれぞれの草丈に応じた根付きで掘り上げることができました。こちらが残そうと思った3本の中では一番大きな苗ですね。2番目に大きいものの開花を見ますと、このように腐ってきていますよね。で、完全に腐る前に、このように十分な根を伸ばしてきていましたので、これ独自の海景が形成されつつあるわけですね。こちらの一番小さい苗も根はそれなりに出してきていますから、これから、まあ、この地際から下の方にですね、うまく成長すればだんだんと立派な海景を形成していくことになるわけですね。おそらくこの2番目に大きい苗の海景の状態がこちらに残した株の海景の状態でもあるでしょうから、まあ、根は十分に張っているにせよ、もともとの海景芋ですねはほとんど腐敗して土と同化していく過程にあるものと思われますね。あとは2本と分かれてこの1本の株元が少しくぼんでいますので、ここに上から土を落として埋めてやって、それからこちらの2本を、まあ、隣の方にですね、この近辺に植えてあげようと思いますね。まあ、こういう作業をする場合にはそうですね、ツルハシでやるとこの残そうと思う方の株の一部を傷める可能性があるので、できればですね、こういう根切りとか、あるいは代用品としてのケレンですかね、あるいはミニスコップではちょっと小さいので、もうちょっと大きな、まあ女性が家庭菜園なんかで使うような軽めの、そして先端があまり幅広くないスコップなどを使うとうまくいくかもしれませんね。とにかく切り分けるときには残そうと思う苗の株をなるべく傷めないということと、切り上げて掘り上げる苗になるべく根をつけた状態で掘り上げてやるという配慮が必要ですね。
これが一本残した株ですね。上から土を落として2本抜けたところに土の埋め合わせをしています。それから2番目に大きかったものはその株の斜め上の区画に植えました。そうしてその上に一番小さな苗を植え付けました。これでそれぞれに親株として成長していって、いずれは自分自身の水芽を出してくることでしょう。この一番小さかった苗を植えたところはもう竹やぶの上限北側になりますがに近いところなんですが、ここは非常にいい土になっていますね。こんな黒々としたいい土ですね。ただここにはまだ金網が残ってまして、まあ、コンクリートを張り終わった後金網を張って、それから鍵のついた鉄の杭、鉄棒の杭みたいなものを打つという作業をしたみたいですが、こういう金網ですねとかコンクリートの破片がですねちょっとありますが、土はものすごくいいですね。これはね、昔何十年前だったか新聞記事で畑に金属を埋めるドイツのおじさんというような記事を読んだ記憶があるんですが、畑仕事をしていて釘でも何でも金属を見つけたら取って捨てることはしないで、逆に土の中に埋めてやる。そうするとそういう金属元素がですね、その他の元素とともに植物を元気に育てるという考えを持っていた方のようで、興味深く読んだことがありましたがね、まあ、こういう金網もですね、こういうのも、まあ、腐食して腐ってですね、あと土に馴染んでいけばそれはそれでいい土の一部になると私も思っていますけどもね、まあ、わざわざ金属を持ってきて埋めるとかそういうことはしませんけれどもね、まあ、あるものがそこで腐食あるいは腐敗ですね、腐食って植物が腐食する方の腐食じゃないんですが、腐敗して土に馴染んでいくならそれはそれでいいじゃないかという考えですね。まあ、コンクリートはそうそう金網ほどには早く土に同化しませんので、なるべく下の擁壁の近くの方に放り投げてやるようにしていますね。まあ、こうやって昨年入手した小笠原種の苗を徐々に増やしていけばですね、いずれずっと全面バナナとか、まあその他私が植えるサブトロピカルの苗とか、あるいは地元の花木、果樹、そしてまた野菜などが竹とともに混然一体と共存する単なるタケノコ掘りだけの竹やぶじゃなく、いろいろなものを収穫して食べられる竹林になっていくだろうと思っていますがね、まあ、こういうことはもっと若い時に
始めるべきことだったんですが、若い頃は平地の畑で野菜を作るのに一生懸命で、野菜とあと一般果樹ですね。とても竹林の方には目が向きませんでした。バナナを栽培するようになったおかげで、風当たりが、特に北風が遮られて、南からの日照がいいところは竹とかその他の常緑樹などが生えていても、隙間を作っていろいろなものを植え込んでいけば、植栽していけば十分に食料生産の場になるということが分かったので、まあバナナには感謝していますね。昨日は竹林浴で本年第1回目の地植えの島バナナの株分けを行ったんですが、トカラの小笠原州で一つの芋から複数の苗が出たものがまだあって、ここは2本立ちですね。それからそちらも2本立ちになっていますので、今日は2本立ちの1本ずつを切り分けて、もうちょっと上の方に、まあ、ここに穴を準備したところなんですが、ここと、それからもうちょっと上、そちらですね、に一本ずつ植えようかなと思っていますね。昨日、三本立ちの二本を移植しましたが、だいたい根もついていますし、それから移植した後、まあ1日経ってですね、の状態がこれそこにあるのと、その上の棟で植えた時の状態を保っていて、移植にもう心配はない、時節になったと判断して、今日も2本株分けしようと思っていますね。まずはここからですね。これは1本はまあまあ大きくなってきていますし、小さい方の苗を切り分けようと思いますね。二本立ちに見えたんですが、そばに寄ってきて笹の葉をかき分けたら、もう一本小さい水芽が出てきているんですね。これ元の株の中心はこの辺だったかもしれませんね。腐ってるところですね。でこちらの、まあどっち、2本とも同じような太さなのでちょっと迷いますが、こちらの方は巻き葉が出てきて、もっと気温が上がればこの巻き葉がさらに伸びていくように思いますね。こちらはまだ巻き葉が出ていません。まあこれはちょっと難しい判断になりますが、これはまあ掘り上げる大きさではありませんから、残しておくとしてもどちらか一本掘り上げようと思うんですが、まだ動いていない、つまり巻き葉が出てきていない方を掘り上げようと思いますね。動き始めている方はできればそのままにしておいてあげたいですね。
小さい水芽とこちらの巻き葉が出てきているのを残してもう一本をちょっと掘り上げてみようと思いますね。これが一番小さな水芽ですね。それから巻き葉が出ている苗はこれですね。でこれが今切り分けた移植用の苗です。ここあたりが芋の中心だったと思いますが、こちらの苗とこの芋から切り分けるためにこうなってたのを2箇所ですね、こちら側、ここですね、ここと、それからこちら側と2箇所垂直に根切りを刺して、あとこちらの根が出ているところをある程度周囲を掘って切り分けました。この掘り上げた苗の白い根っこ、白っぽい根っこ、これとこれが地中で活動し始めていたわけですから、当然この辺りから次の巻き葉が出る準備にかかっていたと思われますね。でこれを定植すれば、この特に白いね2本ですねが活着して、まあこれも土がついている、けど白いんだろうと思いますね。白っぽいんだろうと思います。これらの3本が活着すれば早めに巻き葉が出てくると思いますね。これはとりあえずカッター穴の一つに置いておいて、もう一本の掘り上げ苗は、まあここから切り分けたんですが、掘ってみたらこのようになってましたね。この苗の芽はまあそこそこ出てきています。そうして芋の一部がですね、これはおそらく去年の4月にもしかすると戸からの方に植えたまんまになってれば、ここから葉っぱが出てきた可能性がある痕跡ですね。それでこれは腐っていってダメになりまして、こちらの多少残っている方の貝系の養分を使ってこういう粘りをしてきて、この程度の苗になっていたんだろうと思うんですね。これとそちらのとこれから植え付けようと思いますが、まあこういうふうに貝系が腐って掘り上げた時には丸虫が何匹か中にいたんですが、丸虫ダンゴムシというのは腐食したものを食べてくれますから、芝解体屋さんの役目をしてくれるわけですね。なんかこれなんか見てると、これとこれが芽みたいで、これが花みたいで、まあこれは口にしては横にずれてますがなんか人みたいに見えますね。何でもそのように見るとですね、思い見なすとそのように見えちゃうんですよね。
これは2本立ちだった方の1本、小さな苗の方を定植したところですね。まあ定植した後は上の区画からですね、落ち葉を落としてやって移植したばっかしの株周りに今後腐食するものをですね、周りに配置してやればベターですね。昨日移植した2本のうち小さい苗のところの土が非常に肥沃であるということを説明していましたが、今日よく見てみたらこの上から落ち葉がコンクリートをこう滑り落ちてきやすくなってるんですね。上の方にもたくさん溜まっています。で、落ち葉がたくさんこの区画に落ちては溜まって落ちては溜まってしているので、それらが長年の間にあのような、まあこのようなですね、非常に良好な土壌を形成するに至ったのだろうと思います。落ち葉の量が多い少ないで、それらが落ちてきた区画の土の状態が変わりますよね。まあこういう場合には量は質を変えるというのは正解だと思いますね。いつの場合でも量が質を変えるわけではないのですが、落ち葉の量、まあ膨大であるのと中ぐらいであるのと少なめであるのとでは、やはり土の質、土質は相当変わってくるということですね。さて、もう一本の苗ですが、この斜め下の区画に植えました。ここも植えた後、笹の葉とか上の区画から落ち葉を落としておきました。で、3本立ちだったところ、ここですね、まあ、ここから掘り上げまして、これが残った小さな水芽と、これが大きい方で巻き葉が出ている方ですね。まあ、こういう苗を掘り上げたところもですね、できれば落ち葉などで覆っておいてあげる方が、ここで成長するこの2本のやや大きい方と非常に小さい方と、これらの水面にとっては親切ですね。何しろ雨がそうそう多い季節ではありませんし、乾燥しやすい場所ですので、掘り上げて少し湿り気のある土を取ってしまった場合には、落ち葉で覆っておいてあげる方がいいでしょうね。と、これでトカラの島バナナは全部一本立ちになったと思いますので、あとは今後成長して来年には開花結実する苗が出てきてくれればいいなと思っていますけどね。まあこういう茎が太くなってきている苗とかありますので、こういうものは今年1年でまあ結構成長するんじゃないかと思いますけれどもね。